皆さんこんにちは。本日は4月24日、土曜日です。本日はね、静岡県のね、伊東駅に来ております。静岡県なんて来たの初めてですよ。本日は伊東駅からね、東京駅までね、あの新型 E230、257系のね、特急踊り子車両を使ったね、グリーン車に乗ってみたいと思います。特急踊り子8号のグリーン車に乗ろうと思います。足元の踊り子号乗車口1号車から9号車のところでお待ちください。下田寄りから1号車、2号車の順で、東京寄りが9号車です。踊り子号は伊東駅発車しました。もともとね、指定席で大船駅まで向かう予定だったんですけどね、疲れたんでね、グリーン課金伊東駅で乗変しました。あずさ時代からこんなもん あったんですかね。私特急あずさ乗ったことないんでわからないんですけど、このね257系ね、1本疎開編、あの疎開でね、なんか新潟車両センターの方に1本止まってましたけど、前まで。今いないですけど、だからね、踊り子のね、この色っていうのはね、何回見てるんですけどね、乗るのは初めてですね。グリーンなんてね、グリーンの方に行きますか。ここ2号車みたいですね。グリーン車、何号、5号車だったっけな。とりあえずまだ行きます。なんだこれ。あ、そう、これなんか謎スペースって言われてるやつね。ここだけなんか自由席みたいな、フリースペースがありますね。相模湾ですかね。すごいですね。太平洋を見たの生まれが初めてかもしれないですね。さっ
きまでね天気はね良かったんですけどね曇ってきましたね。車内でお客さんがね全然いないんでねちょっとすっごいちっちゃい声で今喋ってるんですけどマイクにねあの口近づけて。よしじゃあグリーンの方に行きますか。一回通過したけど、あ、そう、ハンスグリーンをね、二つの間グリーン、なんだここ、なんか宇佐美駅に停車しました。はい。自分の座番わからないんでね、ちょっと真ん中。はい、ね、グリーン車の方に回ってまいりました。こちらね、グリーンの座席です。枕は可動式です。動きます。はい、そしてね、あのコンセントがついています。窓側一箇所のみです。そしてフットレスト。完備しております。はい、そしてね後ろ誰もいないんでねリクライニングフルでリクライニングします。こんな感じで倒れます。いいですね、ゆったりですね、来ていいです。そしてテーブルはこんな感じ、前後に稼働はしません。いいですね。はい、新型コロナも怖くなってきたんでね、アルコール消毒液をね、常時持参してました。はい、電車はね、神奈美駅、失礼、木の宮駅を通過中です。もなくね、熱海駅に到着します。熱海駅でね、修善寺駅から来た東京行き特急踊り子号のね、連結作業を行います。3度ほど停車するっていう旨の放送がありましたが、まあなんか、トラブルだかなんかあったかなんか知らないですけど、5、6回ぐらい動いたり止まったりしてましたね。伊豆の景色、綺麗ですね。ザ・リゾート地って感じがします。いや新潟では見れないな、こんな景色すげえ。前はねこの湯をね185系ね使ってたんですけど257系にね置き換わっちゃいましたね。185系でね窓を開けてね走行するのもやってみたかったんですけどね、結局一度も乗らずに終わってしまいました。
はい、熱海駅に到着しました。ここからはね、東海道線を入ってまいります。今まではね、伊東線を走行しておりました。これでね、伊東駅から熱海駅のね、伊東線をね、完全に乗り通したことになります。はい、音てっちゃんさんがね、前までやってた、JR 東日本管内全路線乗り通しの旅なんですけど、こちらもね、ちょっと私の方で引き継がせていただきます。なので私がね、これよりさ先 JR 東日本管内全路線乗り通しの旅っていうのをね、やってまいります。皆さんよろしくお願いします。ね、長い年月かけてね、どんどん進んでいくと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。Thank you.
はい、電車はね、神奈川県に入りまして大船駅に到着です。大船駅まで来ればね、あともう1時間もしせずにね、東京駅まで到着するかと思われます。大船駅もかなりでかいですね。みんなね、なんか来たぞみたいな感じになってます。電車はね、横浜駅に到着します。横浜駅といえばね、横浜といえば崎陽軒のね、シウマイ弁当有名ですよね。私まだ一度も食べたことないんですけど、いつか食べてみたいですよね。あれだけ人気ならね、ちょっと食べてみたいですね。横浜の次はね、品川で、川崎、品川、東京ですね。だからね、ここから先ね、130キロ運転するか、あと新橋に停車するかしないかの違いなんですよね。ただそれだけでね、だから横浜東京でね、特急乗る人ってあんまりいないんじゃないかなって思います。それだったらね、新横浜からあの新幹線使った方がいいかなと私は思うんですけど、どうなんでしょうかね。横須賀線とね、京浜東北線の線路をね、並走中です。川崎市に入り、川崎駅に到着です。川崎駅はね、神奈川県ね、最後の駅です。神奈川県はね、ここで終わり、川崎駅はね、発車後ね、多摩川を渡ったり東京都に入ってまいります。あと20分ぐらいで到着します。短いようでね、長かった。102分乗車してるんでね、疲れました。はい、多摩川を渡ってまいります。東京都に入りました。次の停車駅は品川です。
電車はね、品川駅に到着します。品川駅はね、ターミナル駅ですよね。時踊り子の停車駅はね、なんか全てがターミナル駅な気がします。まあ、湯河原駅はそんなことないとは思いますけど、大ターミナルではないんですよね。湯河原もまあそこそこ大きいですけど、東京2020、これ本当に開催されるんでしょうか、どうなんでしょうね。品川駅の次は終点のね、東京駅です。常磐線 E531 系が止まってますね。特急品たちも止まっています。いやー、あとね、ここあと10分もしないで東京です。大変長らくお疲れ様でした。はい、品川駅を発車します。品川駅出発後ね、品川車両センターっていうんですかね、車両センターが見えてまいります。ここにはね、常磐線のね、 E231 系、 E531 系のほかね、特急、寝台特急サンライズ踊り、サンライズ号とかね、止まっています。231系とかね、657系とか。電車はね、終点東京駅に進入しました。東京駅はね、日本の玄関、じゃあ東京都の玄関かな、日本の玄関は言い過ぎですよね。いや、このね、快適なグリーン車ともね、お別れです。長らくね、ありがとうグリーン、またね、乗りたいですね。このね、257系のグリーンね、最初はね、なんかなって感じしましたけどね、後々ね、慣れてきましたね。いい座席でした。ゆったりできるね、257系グリーン車、最高でした。忘れ物なしと、よし、じゃあね、出ます。バイバイ。
はい、終点のね、東京に到着しました。いや、特急踊り子のね、あの2号のグリーンね、最高でした。いや、皆さんもね、ぜひね、乗ってみてください。特急踊り子ね、グリーン車。本日もね、ご視聴ありがとうございました。ご乗車ありがとうございます。次は大船に停まります。ご乗車には乗車券の他に指定席特急券が必要です。ドアが閉まります。